ビスバスビスバス、相手の顔面直撃、ビスバスビスバス、起こすでボンバクラードは衝撃、飛車角上げていく超ハイ、落ちることはそうない、ビジョンはめちゃめちゃ壮大、掴んでやろう、飛車角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 、ガッチリ勝ち勝ち、飛車角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 、俺たち来れば必ず勝ち勝ち、飛車角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 。これより本日の第14試合、飛車角バンタム級タイトルマッチを行います。はじめに青コーナーよりチャレンジャー美濃優馬選手の入場です。続きまして赤コーナーよりチャンピオン司選手の入場です。はじめにチャンピオン司選手よりチャンピオンベルトの返還があります。タイトルマッチ宣言、本日行われる司と美濃優馬の試合は厳選なる計量とドクターチェックにより両選手とも契約体重をクリアし心身ともに健康であることが認められた。よってこの試合を飛車角バンタム級のタイトルマッチと認定する。2022年7月24日飛車角代表鈴木清、それではこれより本日の第14試合飛車角バンタム級タイトルマッチを行います。青コーナーカブレット所属美濃優馬、チャンピオンチーム AG 所属スーカーサー、ラウンドファイト。
ちはグラウンド10秒までとなっております。勝利者賞、そして飛車角バンタム級のチャンピオンベルトが贈呈されます。